はじめは地域でエール応援したいのコーナーです。このコーナーは地域で頑張っている方々を応援するというコーナーでございます。今回はですね、9月に公開された映画で注目が集まった競技の部活を紹介します。それではどうぞ。今回の応援の舞台は宮崎県立宮崎南高等学校のなぎなた部です。部員は1年生14人、2年生15人の計29人、創部8年目のなぎなた部。宮崎県高校総体で7年連続で団体優勝するなど実力のある部です。普段から礼節を重んじ、文武両道を目指した活動をしています。キャプテン、こちらのなぎなた部はどんな特徴のある部なんですか？はい、このなぎなた部はですね、とにかく仲がいいんですよ。仲がいい、仲がいい、はい、男女が一緒にいるのに、本当喧嘩も一緒もしたことないですし、だからといってこう思ってること言えないわけでもないので、へぇー、こう切磋琢磨しながら頑張っていけるんです。なるほど、男女のバランスがすごくいい部活ということですね、はい、でもなんかイメージとしては、なぎなたって、なんか女の女子がね、女子がやるイメージなんですけど、キャプテンなんでなぎなた部選んだんですか？そうですね、私はやっぱ正直に先輩に加入されて入ったんですけど、だけど実際にやってみたら、本当になぎなたがマイナーなのがわからないから本当楽しくて、そんなに、はい、辛いなとか思ったことないですか？男子はインターハイがないんですよ。女子はインターハイまででも8月までやって、総体、国体まででようと思ったら10月まであるんですよ。はいはいはい、男子はもう5月いっぱいでも終わっちゃうんですよ。寂しい。押川君、さっきなぎなたすごい楽しいって言ってたじゃないですか。はい、その押川君が思うなぎなたの魅力って何ですか？はい、なぎなたの魅力はですね、ズバリかっこいいと尽くされてて、かっこよさ、美しさ、はい、単にかっこよさ単体とか美しさ単体ではなくて、かっこよさと美しさがこう融合した感じで、もうなんか上手い人のプレー見てると、もう一つの芸術を見てるかのような。でもやっぱ僕らとしてもなぎなたってもう全く通ってこなかったんですよ。そうですね、だからちょっとね、いい機会なんでね、体験させていただきたいなと思って。はい、ぜひ。いいですか？はい、やってください。ありがとうございます。キャプテン、まず何を教えてくれるんですか？はい、今はですね、この演技競技っていうのを今から教えたいと思うんですけど、1本目から8本目まであって、でも高校生は1本目から5本目なんですまでなんですけど、その中の1本目を教えたいと思います。ちょっと何言ってるか全然わかんないですけど最初、仕掛けと王子っているんですけど、仕掛けが打っていく側で、王子がこう守って最後に決める側なんですけど、まず最初に仕掛けの側が面を打つんですよ。それを王子側がスッて応じた後、そっから相手のスネアめがけてポンって打つんです。痛いやん、もうそんな。最後にスッて抜いて相手の面をパーンって打つんです。それ最終的にどっちが勝つ？最終的に王子側がもう全部勝つんです。じゃあ俺王子やるわ、ね、けどわからんよ、それは反撃があるかもしれない。反撃すんなよ、もうそういうね、競技やっちゃうから。わかりました、じゃあやってみましょうか。はい、はい、普通の例ってこうだと思うんですけど、まあ、大体新たな例は相手とこう目を合わせる、こういう例の仕方をします。なるほど、クイっていう、クイって感じ。はい、そうです。で、顔だけ前を見る。え顔だけ相手を見る。体は横で、あ、こうか、こういうことか。はいはいはい、はい、そうです。下ろしながら、こうで、こうやって、左に足でない、こう、肩幅でない。振り上げて、すごいやる気がある。まあ、ちょっと体験させてもらいましたけどね、キャプテン、ちょっと一つ言う、いいっすか？はい、いや、こういうなぎなたじゃないんですよ、俺がやりてえの。というと、もっとバチバチに、なんかね、イメージとしたら、なんか、やーやーやーみたいな、ああいうのがやりたいんですよ。じ
じゃあ私は、はい、じゃあ僕がやってみますか。いいんすか。いいですよ。僕ある才能がないことに気づきました。はい、めっちゃ速いんですよ。で、これを俺がするとこうなってしまうんですよ。赤、隣選手。はい。白、佐藤選手。はい、元気です。はじめ。やってみて分かったことは非常に疲れますね。あとこれやっぱつけてみて視界が狭いから見えにくいんで、そこですかね、原因は。やっぱりめっちゃきついっす、これ。ポイントは、はい、ポイントはしなくていいの。していいんすか。いいよ。じゃあ一番弱そうなことしたいっす。強そうやん。あれは強いって絶対ダメって。もう一番最初に手がありましたけど、はい、なんでやろうと思ったんですか、この戦い。先生に押し付けられました。あら。じゃあその怒りをぶつけてください。はい、はい、赤、タミヤ選手。はい。白、佐藤選手。はい、はじめ。タミヤ入るわよ。タミヤ入るわよ。2本目。脱ぎたい、これ。どうでした、戦ってみて。いや、今まで使われたことない技を使われて、はい、びっくりしました。大会に向けてやっぱ課題できたんじゃないですか。はい、対策をしないと。こういう薙刀の選手もいるっていうことがこの試合で分かったということですね。はい、よかったんじゃないでしょうか。キャプテン、はい、今後の目標を教えてください。はい、今後の目標は一人一人が目標を持って練習に取り組んで、3月にある全国大会で勝利を勝ち取ることです。選抜大会に向けて頑張るぞ。あ、さあ、それでは目標達成できますように相方からエールです。なぎなた部の皆さん、僕らもなぎなたできて勉強になった。夢の叶なた目指して頑張ってください。はい、今回はですね、南高校のなぎなた部に行ってきました。はい、なかなか馴染みがないでしょうけども。そうですね、2人は見たことあります。私は小学生の時の運動会で、なんかこう女子の一部の生徒はなぎなたをやって、男子の一部の生徒は棒術をやるっていうのがあったんですよ。でもそれは型だったんですよね。なんで、ああいう風にこう実践でこうバチバチやってるのは初めて見ました。長いのでね、うん、そうですね、突き長やると腰が引けて、これでマジでできなかったですね。難しかったですね。素早さがあんまり、そうなんです、機敏さがないから難しいんですけども。よいしょみたいな感じなんですね。なんかでも生徒たちはもうすごい、その型とかが決まった時に気持ちいいとか言ってましたけどね。キャプテンの語りが熱くって、はい、そうなんですよ。いや、薙刀好きなんやなっていうのが本当にだいぶね、カットされてますけど結構語ってくれましたよ。そうなんですね。はい、かっこよさと美しさ、はい、そのね、キャプテンが言ってましたけども、選抜大会の話をしてましたけども、はい、来年3月に兵庫県で開催されるということで、こちらは11月に行われた宮崎県予選大会を得て出場資格をもう得ていると。だって7年連続っておっしゃってましたね。有名らしいですよ、だから強いらしいです。でちなみに選抜大会の参加資格がですね、その枠があるんですけども、はい、部員計10人が選抜大会に出場すると、その枠全部南高が独占していると。すごい、10人しかない枠を10人全部、はい、そうなんですよ。すごい、それ相当すごいことですよね。強いんですよ、だから
すごい貴重な練習時間邪魔しに行ったみたいな男女でも仲良く仲良いって言ってましたね、キャプテンも練習してって、ね、はい、いい雰囲気でしたね、頑張ってほしいですね、頑張ってほしいですね、大会も、ね、やりたいんじゃないんですか、なぎなた、やってみたいですね、かっこいい、美しい、やっぱり姿勢がやっぱりとなりそう、キュッと、みんなね、ちゃんと挨拶もこうするし、キュッてなってて、あの挨拶がちょっと前を見て、いつみたいな、いや違うけど、違うけど、いつみたいなやつなんですよ、あれ道着着たら、やっぱちょっと締まりますよね、そうですよね、なんか身が引き締まる感じで、締まりますね、だからぜひですね、選抜大会も頑張ってください、はい、以上、地域にいる応援したいのコーナーでした、はい、CM だったアンナのいいな、これいいなです。